パテベビーとは、フランスのパテ社が1920年代に開発したホームムービーです。ホームムービーと言いますと、8ミリフィルムを思い浮かべる人も多いかと思いますけども、パテベビーは 9.5 ミリ幅のフィルムを使っていました。ですので、通称9ミリ半とも呼ばれています。8ミリフィルムと比べてみましょう。大きな特徴は、パーフォレーションが8ミリやフィルムの端にあるのに対して、パテベビーは中央にあります。パテベビーは日本には1923年に輸入され、国産の映写機も作られました。パテベビーが日本で使われた期間は1920年代から1940年代、太平洋戦争が始まるまでの期間です。ですので、パテベビーにはその間の日本の状況が映されています。このフィルムは1930年代、大阪の街を映したものです。戦争に向かっていた時代でもあるので、軍人や子供たちが兵隊ごっこをしている様子も映されています。今日残されているパテベビーのフィルムはアマチュアが撮影したものばかりではありません。現在 DVD やブルーレイで映画を売っているのと同じように、劇場で公開した映画をパテベビーにコピーして売るということもやっていたようです。劇場用の 35mm フィルムが残されていないものも多数ありますが、たまにパテベビーにコピーされた映像が発見されるということもあります。また当時のニュースフィルムも販売されていたようです。ニュースといっても当時は検閲が厳しく、国に都合のいい映像だけで構成されているわけですが、そういったことも含めて貴重な映像資料です。戦後は8ミリフィルムが普及したので、パテベビーは戦前までのホームムービーということになります。もし皆さんの家の倉庫の中からこういった古いフィルムが見つかったら、貴重な映像が記録されているかもしれません。絶対に捨てないようにしてください。